前回までの X ファクター、沖縄に来た必然性を与えてくれましたね。夢は全米デビュー、14歳の少女が70年代のハードロックでステージ2突破。Yes. Thank you. Yes. Thank you. こちらは15歳、インターナショナルスクールに通う国際派がセクシーな歌声でオーディエンスを魅了。You got me begging you for mercy. Great パフォーマーにすごくなれると思います。そうだね。ありがとうございます。Thank you. Yes. Yay! Thank you. Yes. Yes. Wow.一度も光を見たことがない盲目の青年が透明な歌声で会場を優しさで包み込む。恐れない瞳と勇気。自分の声のいいところをよく分かってる人の歌ですね。ありがとうございます。よし。ありがとうございます。もちろんです。ありがとうございます。本当に嬉しい。よかった。母はインドネシア人、沖縄育ちの中学生が雪国の演歌で勝負。このオーディションのために留学先から緊急帰国。決意のパフォーマンスは審査員も大絶賛。Of course I'm gonna say yes. Yes. X Factor沖縄 Japan。あのワンダイレクションを生み出したイギリスのオーディション番組 X Factor が、 You could be the next star of X Factor Okinawa。 芸能大国沖縄で未来のスターを発掘する。各地で行われたステージ1を勝ち上がった147組をさらに絞り込むステージ2。全員がアグリーと思います。 Yes! 合格の基準はただ一つ、スーパースターになる可能性を秘めていること。湧き上がるステージでのですね、はい、その条件を満たさないものは容赦なく振り落とされる。ノーだ。完璧な重さが、僕はノーです。ごめん、ノー。ごめんなさい、私もノーです。ノーです。スターになる人を探しに来たんだよね。イエス。日本の音楽界を牽引する3人のジャッジが厳しい目で本物かどうかを見極める。優勝賞金$30,000、古来より芸能が根付く琉球の地で本物のアーティストを発掘する。 Today night starts hereステージ2に進出した147組から未来のスーパースターは現れるのか。